昨年に続いてですね、今回ももうチケットがほとんど完売されてるということで、今日も大変多くの人がいらっしゃっていて、林市長、それからピックフランス大使とともにですね、中谷美紀さんがイベントミューズとして来ていただいて、大変盛り上がったんじゃないかなと思います。フランス映画祭2019横浜開幕です。今年で2回目ですけれども、これは日産が出るしかないと。というのは、我々のホームグラウンドである横浜にアライアンスパートナーであるルノーの母国フランスの映画祭が来ると、メインパートナーとなれることが本当にありがたいという感じでありました。昨年ですね、13年ぶりにこのフランス映画祭横浜に戻ってまいりました。日産自動車様のこの大きなご支援があって、このフランス映画祭が開催することができました。本当にお楽しみいただければと思います。林市長を先頭に SDGs 未来都市ということで、ゼロカーボン横浜というのを歌っているわけですね。そういう観点で日産インテリジェントモビリティ、その代表であるゼロエミッション車リーフ、これが会場の移動に多く使われて、我々としても本当にリーフをアピールするいい機会、それがまた横浜の環境未来都市を標榜する動きと、ちょうどマッチしたところはあると思いますね。20年間続いたアライアンスの土台というのは非常にしっかりしているので、それをもう一回やっぱりちゃんと確認してもらう意味で、このフランスの活動を応援できるというのは我々にとっても非常にありがたいことだな。